はい、ゲームコレクターの竹勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、ニュースを見ていこうと思います。ということでこちら、横須賀舞台の人気ゲームシェンブーアニメ化へセガが予告編公開。まあね、映画のこの映画じゃないアニメのね、公開に関してはもうすでにね1月20日頃に公開されていて、このニュースも1月27日なんで、なんで今って話もあるんですけど、まあ、報告をしてなかったのでね、とりあえずこう取り扱わせていただいています。ということで記事の方、1999年にセガが家庭用ゲーム機ドリームキャストで発売し、世界的ヒットになったアドベンチャーゲームシェンムーがアニメ化され、キービジュアルや最新映像を収録した予告編が公開された。アニメ化作品シェンムー・ジ・アニメーションは、2022年内に日米で展開される予定。であって、まあ、ここでアドベンチャーゲームって紹介されてるんですけど、そのすぐ下の文章でね、同ゲームは1980年代の横須賀の街並みを忠実に再現したシミュレーションゲームって書いてあってね。まあ、シミュレーションだと思うんだけど、まあ、シミュレーションってなったりして、ちょっといろいろジャンルがごちゃごちゃになってるんですけど、まあ、当時はね、ジャンルフリーという言い方してね、発表されてたんですよね。まあ、まあでも、こう、ね、メーカーさんが、今だともう自由勝手にね、メーカーさんがジャンル発表して、まあ 3DS とかの頃にはパッケージにもちゃんとね、ジャンル名表示されて、いろんなわけのわかんないジャンルが書かれてて、今、スイッチぐらいになってからね、結構もうジャンル書かなくなって、任天堂さんなんか公式サイトで、自社のゲームの、ね、ジャンルとか全く書かなくなってるんですけど、まあそういう感じで結構ジャンルって時代によってアバウトで、まあ、要はゲーム内容をね、こう端的に伝えるべきか、まあ伝えなくていいのかって、まあそういうのは時代によって変わってるんですけど、まあちょっとこういう感じでアドベンチャーゲームって呼ばれたりね、シミュレーションゲームって呼ばれたりね、でフリーって言ったり、まあそういう感じのねシェンムーなんですけども、シェンムー自体はここの記事でもあるように1999年にセガがドリームキャストで発売して、まあ実際のところね2000年予定だったのかなって、いきなりね1999年の年末にね、本当はドラゴンクエスト7がプレステーション1ですね、初代プレイステーションで発売される予定だったのが、発売延期になったと思ったら、その日にちになぜかドリームキャストのシェンムーが発売日飛び込んできたっていうね、よくわかんない展開で発売されたんですけども、で、まあ、シェンムー自体がねすごいこう開発費かけてますっていうことで、そこら辺がすごい有名になってたタイトルだったり、あとまあドリームキャストの普及度の問題もあって、やっぱりこうねプレイステーションで、ね、出てるゲームと比べるとそのヒットっていうでもやっぱりこうハードの普及の問題もあるしね、まあそういうところでいろいろ不遇なタイトルだったんですが、一応1999年にはシェンムー第1章横須賀が発売されて、でその後 US シェンムーって、まあ向こうで海外で出たやつが日本でまた出て、でその後シェンムー2っていう、今度はね2章じゃなくて2っていうのが出て、まあそこでは今度はシェンムーのね、一応、シェンムー全体の全本の中だと3章から7章ぐらいかな。なんか結構こう、章をね、またいでこう収録されてるよってことなんですけど、まあちょっとプレイヤー的にはそれが判別しようがないんですけども、まあそんな感じでね、まあ未完だったわけですよ。で、まあそれがね、こういう形でプレイステーション4でもね、シェンムー1、2って感じで発売されて、その後、シェンムー3っていうのがね、発売されてるんですけど、2019年かなに発売されてるんですけども、ただシェンムー3でも実はシェンムーワールドはね、完結してないんですよ。まあ、当然、1、2から3の間には実はシェンムー外っていうね、ソーシャルアプリっていうか、ガラケーのゲームが出たりとかね、あと、プロジェクトクロスゾーン2ではね、こう一番いいポジションにね、なぜかね、葉月亮さんがいるという、まあ、そういう感じもあったりしてね、大活躍をされてるんですけども、でも、シェンムーは終わってないわけですよ。あ、ちなみにシェンムー3に関しては、僕はゲーマーさんの方でね、鈴木優さんにインタビューしてる記事もあって、そちらの方を読んでいただいても、まあ、完結してないことはわかるかと思うんですが、まあ、ともかくね、そういうようなことの、ある原作シェンムーなんで、アニメーションになったらね、完結するのかどうかってところが、今後の話題になるのか、ではないかと。まあ、完結しないんかな。まあ、ともかくね、シェンムー第1章ってだけでも結構壮大っていうか、あれ横須賀だけなんですけども、その後、こう、香港に渡ったのがシェンムー2で、で、ちょっとね、中国の奥地の方、桂林だったかな、桂林の方に行って、たところぐらいまでがシェンムー2なんですけども、
で、セブン3はそのケイリンから始まって、こう、展開されていくっていうのも、これをまたね、僕がゲーマーさんのインタビューで、あの、鈴木優さんにした時のね、インタビュー見ていただければ、どんな展開になってるかわかると思うし、まあ、セブン3発売されてるんでね、プレイしていただいてもいいんですけども、終わってないんで、そこが、こう、アニメーションの方でね、どのようにこう、結末を迎えるのか、もしくはシェンムーだよねって感じでは終わらないでね、そのアニメでも終わらないで、またシェンムー4待ちになるのか、まあ、その辺はね、今後はこう皆さんでね、こう温かく見守りながらね、シェンムーワールドがどうなっていくか期待していきましょう。ということでね、なんか全く情報なかった気がするけどね、このかな感じで、この動画が役に立った方はグッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。